今日は新人おるぜ。ドエイ。あれ、あれ、お前あいつと死にや。今材料運びなんだよ。は、材料運びです。安全な城行っとるだろお前。材料運びは大丈夫です。あ、じゃあ、ここ、あ、どこにあるの見せろ。ちゃんと、ああ、やっとったのか。解体手続きは。解体手続き。あ、あいつもしとった。全員っす。ほんと？新人どう？動いてない。どこにあるの。あ、全員、お安全でちゃんとしとるな。はい。休憩か。はい。ちゃんと安全でしとる。はい。こうか。はい。よいしょ、うまい。いただきます。はい。な、名前あんた。あ、岡部、岡部。入ってどんな家や。20日ぐらいですね。ん？20日ぐらい。20日？はい。どう？動く？ショー。今日また暑いな。まず一体しなかったな、おい。ここは地上です。え？ここは地上です。地上かげ、なんか2メーター以上の足場を組むって言ってくれ。書いてないか。ちょっと、ちょっと涼しいとこ、暑い。ちょっと、タンクの影にかけよう。ショー、ショー。今日靴、もう影みたいだろ。こんなでも密着した方が暑い。密着した方が。なんかお俺のこと熱苦しいって言ってる。いや、そんなことないですよ。なに、こいつ、ね、新人なのに、なんか俺のこと生意気なこと言ってるな、こいつ。いますね。お、おい、新人。おい、新人。おい、お前、なんなんつんだ。岡部君。初めて見る顔だな、お前。初めてですか。動画的にはな。そうですね。そう、どっから来たんだ。これは東京です。東京。はい。神奈川だろ、お前。嘘つくな。え、東京っすよ。神奈川は松田さん。あ、松田君か。お前神奈川か。あ、東京か。東京っす。あ、本当。はい。住んどって。住んでて。はい。なんで YouTube 見てきたの。 YouTube 見てきました。そう。何年足場やった。何年っすか。うん、今年で4年、5年目です。あ、結構やっとんな。ちょっとだけ。はい。そう。いい動きする。まあ、普通っすね。普通。いざ、ちょっと解体見せてもらおうか。お、ちょうどな、後で休憩終わった後見せる。はい、大丈夫。いざ、爆速で、まあ、久々に対決しよう。安全出しよう。用意した材料取ったるで。相手にならないと。あ、マジ。桁が違う。桁が違う。そう、丸が一個違う。レメチってやつ。今のやつ、レメチです。うん、そう、ほんと。はい。いや、こいつ早いなと思った。年いくつだ。あんま、年23です。でしょ。もう全然勝てるんですよ、つって。勝てる。はい、任せてください。あ、いける。はい。自信あるの。そう。いや、結構早い。でも5年だったらもうそこそこだろう。まあ、やる気だろう。やる気っすね。やる気やねえのか、じゃあ。はい。やる気やねえのか。あります、あります。そう。僕は23の時もっと動いてました。お前またなんか、お前予防性判断負けた時のためのお前28個やったら一番ピークだわや。26です。あ、6なのピークだわ、まだ。こうピークしてピーだわよ、お前は。ピーピーだわよ。32ぐらいまではいいだろうって、体動くだろう。30超えてくるとちょっと偉くなってくるだろうけど、全然僕に比べたらす。まあ、まあ、たら俺爆速だよって。久々だな、爆速っていうのが。なんか見たことある、それ一番初期の頃の爆速って。ちょっとだけ見ました。あ、ほんと。全然速くねえじゃん、と思った。いや、そうです。動画はあれっすよ、やっぱ動画で俺の方が速いって言ってくれそうですけど、実際見てないんで。ああ、俺の方が勝てるよって。何とでも言えるっすね、視聴者。おお、煽ってる煽ってる煽ってる。見に来いよって。見に来いよって。見に来てもいいし。安全帯使ってないの、バレちゃう。使ってますよ、それは使ってます。は、今日は、あ、これ見てた。危ない。危ない、ギリギリだわ。ギリギリの防衛ない、ギリギリのところで戦ってるわ今。肛門が臭い。匂ってきましたね。嘘嘘嘘つくなよお前。どうなんだろう、気のせいだ。気のせい。山が効かない。野菜の匂いがする。じゃあ、まあ休憩後に見せてもらおうか。じゃあ、はい。あ、当てた塩だぞ 100%。 ああ、わかりました。もちろん。はい。おーと、強いや。いけるか。はい。勝てるか。ショット勝てますか。え、勝てますか。え、勝てますか。全然言う。今何割ぐらい。今6割。6割。遊んどってます。遊んどってわかります。スリまず田中スピードが違うんですよ。もう全然違いますよ。あいつの方が速いんじゃないかな、なんか。めちゃめちゃ軽いですよ。はめちゃめちゃ軽いっすよ。軽い軽い軽い。
カビさんだお前。もう重いさん。確かに重いっすね。もう上ほとんど終わっちゃったの。場所が悪いじゃん。いやまあそれ言い訳っす。言い訳休憩します本当に。休憩先短かったんで。ああ、どうします、何分ぐらい休憩します。15分ぐらい。15分ぐらい休憩します。15分ぐらいでトントンぐらい。これが苦手なんですよね。はこの登ってトランよ。俺飛ぶかねえもん。踊られへんもんね。まあ、そこも見て話のなんか、あ、早いなこいつとかあるから、そこも見てのお前浮きだわ。何個バラしたかじゃないんだから。みんな多分共感と思うんですよ。僕絶対分かんすよ。足場感で翔くんが一番背高いっすね。僕はプロだよ。パンダが一番背高いんだよ。簡単ですか。これ見られたら知らんぞ。この役満の時はお前言い訳ばっかりだよさっきから。いや違う違う、質問なんですよ。はいはい、この千八の時は片側抜けるじゃないですか。めちゃくちゃ高い時ってすごい大変というか時間かかるんですよ。大変だよな、役満の方が聞いとるもんな。はい、理屈では分かってもなんかなんであんな早く取れるみたいな。お前全然余裕だぞ、なんか汗もかいてねえぞ。あいつ汗もかいてねえぞ、あいつ。翔くん6割ぐらいでしかやってないけど。ハンマーがちっちゃいんだよ。いや、0.9 です。以上。全然叩きすぎなんだってお前。すごいかっけえ。そうですね、翔くん2発ぐらいしか叩いてないですよ。コツがある、コツが。見せられないでしょ、ハンマーの叩き方って言うの。叩きすぎだと疲れますね、確かに。叩き方が違うんだ、やっぱ。ショックのコツ、叩いたら一発で浮きます。ポンと。いいぞ、それ力か、単純に力。え、なんで俺は。どうだ、よし。じゃあちょっと下ろす前に判定だけしてこうや。どっち判定は。いやー、これはもうこの汗のかき方も違うわ。息上がってますね。いや、こいつなんかさ、なんか喋りながらちょっと余裕をかましとる感じだ。いや結構危なかったね。多分汗取ったろお前。汗取ったろ結構余裕な感じだしとったけど、バリバリ翔くんは涼しい顔でやってましたね。涼しい顔、慣れだな。俺も一応職人やってたんだよ。はい、知ってます。一人、はい、あんまり使えんかったけど。バタバタはしょった。本当に昔の人がやる。動くな、確かに動くなって。でも普段からバタバタしようとのとバタバタしてないのとじゃダメだよな。タラタラやっておいていきなりバタバタしたら物落としたりするじゃん。でそういうことじゃない、お前も。俺そうやって思ったよ、見とって。はい、今バタバタしてないなって、急いでないなって。毎日バタバタしようと慣れてくるじゃん、物落とさなくなってくるじゃん。完全にお前の負けじゃない。負けです。嘘。完全に痛い。まあ頑張ってるもんな、仕事は。まあこれぐらいになるとは言わんけど、はい、頑張って。で、危なくない時はやっぱ急いでな。普段から急がんと。で、やらしてくださいって自分から言ってな。もう結構遠慮しいだろ。遠慮します。やろう、はい、やらしてくださいって言って、自主性もやらしてもらって、どんどんやらしてあげよう。経験なしな、危ないとこはまああれだとして。まあでもまたいい若い衆が一人増えて、はい、楽しみなんじゃない、はい、成長がね。そうですね、楽しみにしとるよ。ありがとうございます。お前も、はい、YouTuber、 足場 YouTuber 職人になるよね。じゃあお前最後挨拶、カメラに向かって。これから新人で頑張ってきますんで、ちょこちょこ動画出ると思うんでよろしくお願いします。かわいいわこいつ。またよろしくお願いします。お願いします。じゃあチャンネル登録いいね。あれだね、外気塗装のマッチング、一般公開してますんで、ぜひ。あと求人マッチングも今ちょっとアップデートかけてるんで、ぜひ求人だけど、なんか会社同士のスカウトみたいなのができるようにちょっとなるんだ、ほんの。はい、結構金かけて今ちょっと開発してるもんで、で、外気塗装のマッチングとかと全部つながるように作ってるんで、はい、ぜひ求人マッチングもね、ちょこちょこ来とるみたいなんで、登録と、あと、結構何百社が登録してるから、どっかいいとこないかなっていう人はちょっとぜひ見てください。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。また見てねー。また見てねー。お前言わんかよこれ。また見てねー。お茶深めは前に言え。あ、言え。恥ずかしいの。恥ずかしいです。なんでやねお前。